こじゃあこっちから先に、あ、ちくわです。ちくわになりました。高橋さんの、はい、抗菌ちゅうちゅう、抗菌ちゅうちゅう。ちくわで抗菌ちゅうちゅうってまたなんなんですけどね。はい、<laughs> さっきさ、あのちくわが出てきてお前さま笑っちゃったんだけどさ、ええ、ち,ちくわって形がちょっと卑猥だよね。<laughs> <laughs> ああ、いや、出てた出てた。 あのだからいろんなレベルがあるんだよねこう私公金の話って結構さ、うん、まあ役人してたから好きっちゅうちゃん、うん、あれだけどだから最近はあれでしょコーラボの話もチューチューもあるしねごくごくっていうのもあるよねチューチューゴクゴクチューゴクゴクっていうのもあるしさごくごくっていうのも,もういや100億円オーダーの話もあるしね。うん、で,そで 抗菌アビアビっていうのもあってさ、うん、もっとすごいのもあるよね。うん 要するにあの役所がまあ,あのなんていうかな天下りで行ってるところなんかはあのそこの役人以外のところでもお金たくさん出しちゃうからさ兆円単位で行っちゃうもんねだからすごいたくさんあってそれでこれから増税の話が出てきたらね必ずこのねあのなんていうかな公金の話って絶対話題になるし分かりやすいからねはっきり言うとだからその今回あのねコラボの話は金額は2,000億円ぐらいってちっちゃいんだけどもうあの広がりとかそういうので面白いからこれからだから,だから ごくごくの話もあるしアビアビもね好奇な話がたくさん出てくるんじゃないかなっていう気がしてるんだ。うんうん でもあのコラボの話はあれの個人でやってるんだけどガッツあるよね普通さ住民監査請求って九なんだ九十五パーセントアウトなんですよね門前払いだんであれもうあれ取っちゃったもんねこれで二月末にあれでしょ再調査になっちゃったでしりさそれでんだっけえっと保険えっと福祉局ってんだかな東京都ですなんかもう組織替えもするっていのぐらいだからすっげえ焦ってるよねだってあれはなくすっていう話でしょなくしてまあ分割するだけだけどねあのだから焦ってるよなあのああいう うのってあれだ、ね、個人の段階でなかなかあそこまでいかないから、うん、あガッツある人だなと思って見てましてね、うん、まあちょっと、うん、あの感想測国書読んだらやっぱりひどいねあれちょっときついね保健福祉局の方は。だってれあれだよね。うん 結結構構言いい訳つかないの結構ありますね表上はね結構これ大丈夫大丈夫って言ってるんだけどあれもう再調査して再調査して次に多分ねあの,あの方だったらあの何だっけあ,の暇あれあの監査請求でことか,かあの不満足で、えー、と行政訴訟行きますよね、うん、行政訴訟まで行ってであの弁護士をたっぷりやるからっていうんで行く。うん 弁あれ行政訴訟行くと大変だな大変っていうか大変なのは東京都が大変でおそらくね東京都はね適当にやってるから人員がちゃけてないと思う,うん、うん、それでねコロナで忙しいからもう絶対にあれできないうん、うん、あれ。 だからああいうスキーム国が作っちゃって最近もあれだよね女性支援室ってうんだよじゃあ厚労省のほうは特に労働省系なんだけどねいろんなのポコポコ作るんだよ労働省系でいといろんなポコポコ作るけれど実際仕事できなくてもう全部地方自治体に下ろすんだよね地方自治体に下ろしても地方自治体も仕事できないよう他のが忙しくてそうすると NPO かなんかに絶対に下ろすんだよねそうするとああいうのたくさんあるなという気がしてそれでああつっつけばボコボコ出てくるなっていう気は戻って ものすごくします、ね、だからこれからね税金の話になった時にね、うん、あの辺りはねツッコミどころ面白いっちゅうか、うん、だって見て,見てる見て誰でもすぐ分かって単純な話ばっかりだからツッコめるよね、うん、と私は思いましたね、うん。でもそういう意味ではねあの今度は子ども家庭庁ができるじゃないですか。できないやんなの あそこに所管なっていくんですよ。ねだから、あのね、中央省庁のほってね、だから、これマスコミもね、なんかね、政策してこうだって言うでしょあのね、口だけだから、実際問題、そのオペレーションやるのは、すごく大変なわけ。それで、あの子供家庭庁なんか、何もできないから、やることは、こんなんでぶち上げるのと。予算等だけなんだよ。で、その予算はどこに行くかっていうと、大体自治体自治体だと思いますよ。自治体も、もらっても困るわけ。こんな薬、するしそんなできねえよと、それで、最高は N. P. O. 行っちゃうで、N. P. 補助金だけけでやるわけ、うん、そうするとねそれで感想も聞かないからもうあれはもうたくさんあのなんかね真面目にやってる人もいるのは私知ってますよ、うん、知ってるけれどそうじゃない人もね公金の話だからねみんな群があってたくさん来るからいろんな人が来ると思いますよはい、はい、だからあのこれからあれじゃマスコミネタとかねこ週刊誌ネタでたくさん出るんじゃないのこれ。こどう見てますあの子ども家庭庁できて少子化対策を中心に予算倍増だって岸田さんぶち上げてるじゃないですか。うんうん 金金ーだからみんな狙ってんだよそういうの <laughs> ですよ、ねあれはうん、でそういうのだからいろんなぶち上げさせておいてね最後増税ってうんだけど役所はね増税して金配ったら終わりだからそこまででもう仕事終わってると思うわけ増税して補助金出してるってその中だからもうみんなもたくさん学がってくると思いますよ。 どうですか視聴者の皆さん。だって消費税増税がもう見えてきちゃった。アメリカが余計なこと言っちゃったけどバレちゃっただけで、ほ、うんらだったら水面下でずっと進めていく話。それがまあバレたんだけども消費税を上げて、でなおかつああいったコラボみたいなところに<う>公金がど,どういう,どうでかね子供家庭費もそうだし、あとね女性支援室とかそういうのたくさんできるよこれから。<ー>それでねこれ騒動は結構あれだからあ否定しづらいんですよ。うん、でその後だからそこに。 あのヨシが言ってそれで末端のところまで行くでしょ、うん、であの全然把握できないからもう大変なあのね話が多くなるんじゃないかなって予想しているわけ、うんうん。これであのっずっとそのあたりってどうなんですかね。左派リベラルの人たち、あれが野党ですよね。集<の>中,中するのそういう人たちだからこれ地上波でやらないね。うんうん、あのやっぱり女性の話とかそういう話だからね、うん、そこ否定するような感じンなんですよ。だからね面白かったのはこの前ら代表質問。 国会の代表質問でほら維新の,あの浅田さんが言ったらねはい、はい、その時に共産党がねものすごく激情してきもうやじ飛ばすわけこんなの国会で本会議でやるなとか言ってねそれ、うん、でその後も若旗でねなんかねもうななんていうかな人権意識がないとか全然すりゃ会計の話してんのにねもう大変だよね、うん、だこういうのだからマスコミもあのなん地上波も新聞も取り上げないと思うよ。うんうん あれ笑っちゃいましたよね。あのー、代表質問で政府に質問しているのに、うん、あのー、共産党がヤ <laughs> ジ飛ばすってよくわかんない構図 <laughs>。う <laughs> だからね。あれでね岸田さんもね共産党が。 ね応援されちゃうと困るでしょ、うん、だからちょっとねサービスした答弁を維新にしてましたよ、うん、なんか検討しますので普通はね第4質問の答えなんてゼロ回答なんだけどね、うん、いやこれはあのねあのなんか2月のね調査結果を踏まえてあの対応しますと言ってちょっとサービスしてましたよね、うん、あ,あれ逆に焦っちゃいますよね共産党かなんかがねあのなんか政府の味方見たくなっちゃうだからこれは面白いと思ううんうんうん これからこういうのね、えー、たくさんでで出てくるんじゃないかなですね関西球ってやっぱり今回なんで認めたんですかね<ん>東京都は東京都あれむちゃくちゃだな うん、あの要するに<ー>中身を見るとだから表,表に出したのと実は別の帳簿がありましてってここでアウトだはっきり言うと別の帳簿がありましてそれによって楽しいですこれダメだよ、うん、要するに切りの,のいい数字ばっかりだったからこれはんていうかな別のがありましてってそこの段階でアウトだからね、うん、だからいろんなあのこれはなんか表向きはこれは大丈夫大丈夫だってその裏の帳簿と出足し合わせと大丈夫だなんて言ってるんだけどちょっときついよねあれはね <laughs>、うん、なかなかまあ領収書もね むちゃくちゃだったし。むちゃくちゃだと思う。コラボのね。だって、あの、そもそもね、このくらいの二千万円ぐらいのね、補助金ぐらいのっておこられちゃうんだけど。うん、あの中央省庁だと、係長レベル。あ<ー>上見ないわ。うん、もう全然見ないわれ。<ー>全然知らないや。 うん、だからなんか問題になってから「えー、なんでこんなのあったのか?」って感じになる。<laughs> いや分かってあでも分かんないからこそやりたいことでできるんでしょうね。そうそうそうだからそれで,でたくさんでそれで多分ねこれ労働省系が多いんだけどあとね、うん、もこれねこういうの多いのね文科省あ<ー>文科省の学術関係ちっちゃいんだけどたくさんあって分かんない、うん、でそういうのさ配しながらやってて、まあ、左系の人が結構ちゅうちゅうしてるの多いね。うん、だからこれは ったらあれだよね村木さんなんかもっての多いでしさ村木あすこさん最強なんだよねキャラとしてえん罪村木でしょ最強キャラだよねあの人そういうのが出てくればなかなか面白いなと思いますけどね。でちょっと次行きたいんだけどもさっきここに置いといた資料山田が全部持っていっちゃってさ持っていったのすいませんね皆さんドタバタしてて。 今回第4弾参加者は私須田慎一郎と竹田恒康さんそしてもう一人が先ほど「ニコニコチャンネル」有料会員限定の闇鍋の後片付けで決まりました江崎道夫さんが、えー、初参戦となりましたで今回もいつものように夜7時の準備段階から配信を開始しまして、うんうん、8時から本編開始です。で前回好評だったのので時時間に まあ出演者の方に解説してほしいニュースとかをコメント欄とアンケートで、うん、どんどんお寄せください。はい、ウェルカムです。募集して、八時からの本編に反映させるという形になります。うんまあ、特に江崎さん出るんでね。はい。江崎さんにこんなこと聞いてみたいなとか、こんなこと解説してほしいなっていうのを。そうですね。いただけたらありがたいかな。と思います、はい。はい。で、また番組後半はですね、ニコニコチャンネル有料会員限定のお時間でですね。うん、N. H. K. のニュースウォッチ9を見ながら。皆さんで、うん。 N h k 報道の取り上げ方とか、うん、なんで今日この日にこんな、うん、このニュースを取り上げないのかとか、はい、うん、そういったこともあのみんなで見ながらあれこれ喋りましょうかと、いうふうに思っております。うんはい、はい、それでは2月3日金曜の夜8時、余裕のある人は7時から闇鍋ジャーナル夜生でお会いしましょう。はい、あ、俺一つだけあるんだよ。何でこれ途中からなんだこれ。ああ<ー>、<laughs> 忙しいから <laughs>。羽田空港、羽田空港8時10分着だからこれ。 じゃあ飛ばしてくるから間に合うのじゃあね空港に中継出しますんで羽田空港から「北ウイング」歌一曲歌っていただいてお願いします飛行機がでもうまくつけばでしょそれ遅れたらアウトじゃいいですね何かもうザ・ベストセブンみたいでベストセブンみたいなったねいいですね中森明菜みたい中森明菜北ウイングね北ウイング <laughs> んないやいや、いいですよ、いいですよ。<laughs> なかなか歌うたうた歌歌、川潮一見れないです<笑><笑>あ。やっぱり夜の名前に出てもらおうよ。